皆さんこんにちは、石磨き YouTuber 石川です。本日はシルバーアクセサリーの制作方法をご紹介したいと思います。YouTube の動画の中でシルバーアクセサリーの制作方法いろいろありますが、その中でも一番簡単に、そして一番お金をかけずに作れる制作方法をご紹介させていただこうと思います。作り方はですね、めちゃくちゃ簡単ですね。アクセサリーの制作方法っていうのも日々進化しておりまして、業者さんもお金をかけずに、時間をかけずにどうやって作ればいいのかということをね、意識した制作方法っていうのが開発されていますので、ハンドメイド初心者の方でも必ず作れます。アクセサリー制作に興味持っていただいた方は、もう少しお金出していいから綺麗に作りたいとか、作業効率アップする工具を知りたいって方はですね、あると時間の短縮になったり、綺麗に作れる工具とは別の動画で準備しようと思っておりますので、そちらの動画を見ていただければと思います。はい、それではよろしくお願いします。まず全体の流れを先に把握しておいてください。今回はシルバーのリングを作ります。まずですね、工程1、設計図を作ります。工程2、ワックスで指輪の形を作ります。工程3、外注に出します。これはですね、金属に置き換わって帰ってきます。終わりですね。簡単にできますね。誰でもできますので、ぜひねやってみてください。では、工程1、設計図を書く前に、今回メインとなるワックスですね、こちらを紹介したいと思います。いろいろな形があります。こういう円筒形で真ん中に穴が開いているもの、穴が開いているんですけど形が、丸ではないもの、ブロック状のもの、板状のもの、あとはですね、こういう太さの違う棒ですね、こういったもの、そしてこれは厚みが違うんですけどシート状のもの、これもねワックスです。まあ、ざっくりこういうものがあります。見ていただいて分かるように色の違いがありますね。硬さの違いがあるようで、青、紫、緑、こちらの順で硬くなっているようです。初心者さんには、青はおすすめされているようなんですけど、青は触っているとなんかねちょっとベタベタするような気がしてくるんで、僕はね紫をおすすめします。でまあ一通り試してみたいよっていう方はですね、この3色のリングのワックスがセットになっているアソートっていうのもねありますんで、6個セットで1200円、こういうねセットもありますんで、初めての方、興味ある方はこちらぜひお試しください。そしてこのシートのワックス、この色での、こういう形っていうのはないので、シートのみこういう色になってますね。これはね非常に柔らかいですね。この体温で曲がるような、柔らかさになってます。はい、それでは工程1に進んでいきます。それでは工程1やっていきたいと思います。まず設計図を描きます。これがねかなり大事ですね。サイズや長さ、これをねはっきりさせておきます。作りたいリングのサイズのね穴の大きさ、号数ですね、これを調べましょう。まあ、こういう表がありますね。これはの概要欄にも貼らせていただきます。ちなみにねこの作り方、ワックスを金属に置き換えるときに少し縮みます。どのくらい縮むかと言いますと、指輪で言うと1号縮むくらいの大きさですね。8号のワックスは、鋳造すると金属に置き換えると7号になる、それぐらい縮みます。この指輪の号数っていうのは数ミリでかなり号数が変わってきますので、ちょっとね慎重にやっていきたいと思います。そしてこの工程1なんですけど、あなたが自分用のものを作るという場合は、はっきり数値を決めなくても省くことができます。実際にですね、こういう指輪の形をしているものなので、こう自分ではめてみてサイズを確かめながら作っていくということができますんで、この数値を決めなくても進めることができます。その際の注意なんですけど、削りすぎてしまうと戻すのが大変なので、そこはですね注意していただきたいと思います。今回作るリングですね、ちょっと幅広なリングにしたいと思いますね。
まあざっくりでこうこういう感じですね。まあ14号ぐらい、15号ぐらいにしますか。15、ここね15号にします。17.7mm ですね。ここはですね 17.7 なので、まあこの厚さ、これをまあどれくらい、1mm、2mm、まあ 1.5mm ぐらいと考えて 1.5、20.7 ですね。ここからここまで、はい、という感じにしようと思います。はい、それでは工程2に移っていきます。チューブワックス、穴の開いた円筒付けのワックスを今回使います。これをですね、決めた幅より少し広く切りますね。今回この設計図 13mm なので、まあ、15mm、16mm とかちょっと余裕を持って切ろうと思います。で、このワックスに印をつけるのは、まあ、ペンとかでもいいんですけど、もう直接こう針みたいなもので削ってしまう。だいたいこう線で傷つけますね。で、これを切ります。何でもいいです。木工用でも大丈夫です。ワックス全然柔らかいので何でも切れます。100均でも購入できますね、最近はノコギリも。で、この書いた線のちょっと外側を切って、刃の厚みもありますんで、この外側をねちょっと切ります。最初はね軽くこう線つけるような感じでこうぐるっと一周線をつけて、で一周つながったらこう全部切る感じですね。はい、切れました。続いてはこの自分で決めた幅になるまでヤスリで削ります。では、ちょっとね、短くしました。 14mm ぐらいになってます。で、穴を広げます。穴を広げる工具はリーマーと言います。これはですね、いろいろ出てますね。彫金関係の、ものもありますし、普通にね塩ビ管のこうバリ取りなんか使うみたいで、安いものだとホームセンターとかで、まあ、1000円いかない、500円ぐらいだったかな、それぐらいで販売されてるものもあるので、それも十分使えます。で、これはですね、穴を広げる、そして、ね、丸くするっていうことに使うんで、もしね穴が丸じゃなくていいよっていう方、このリーマー台すら使いたくないよっていう方は、このとりあえずで穴をね広げれば何の問題もありません。極端ですけど、こういう、まあ、四角形というか、まあ何でもね穴が開いていてワックスであれば、このままのね形で指輪にすることができます。まあちょっと極端ですけどね。なので、まあ、綺麗に作りたいっていう方はこのリーマー、かなり便利ですんで、使い方としては穴に入れてこう回すだけで、ここが刃になってますんで、どんどん穴が広がっていきます。で、ここで自分の決めた穴の大きさになるまで広げていくわけです。で、設計図書いてない方、自分用に作ってるから、サイズ合わせたいという方はこう広げて自分の指を入れてみてどうなのかっていうところを見ながら広げていきます。まあこういうテンプレートもしお持ちであれば、ここにねこう直接丸を書いてしまうっていうのもねいいと思います。で、こう書いて、ちょっとね裏にも書きたいところなんですけど、この表と裏、同じようにつなげるのが難しいので、書くのはね片方だけにした方がいいです。はい、このようにね綺麗に広がりますよね。で、これ見てお分かりのように円錐状なので、この穴もこの手前と奥では穴の大きさが違います。なので両方から開けて、で最後はねどうしてもこう山になってますから、ここの部分を最後ヤスリなんかで綺麗にするっていう流れになります。はい、削れました。
で、分かり、ちょっと見えづらいんですけど、この、ね、中心がどうしても山になってます。こういう幅広のリングだと特に分かりやすいんですけど、中心がね、ちょっと山になってるんですね。なので、ここをね、平らにするんですけど、まあ、紙やすりをこう、ペンとか、ある程度太さあるものに巻いて、まあ、割り箸とかでもいいんですけど、で、中心の部分だけに当たるように意識して、中心の部分だけ削ります。はい、削りました。で、こうはめてみて、もうこれだけでね、リングにすることができます。自分の作ってる方は、まあ、はめてみてですね、ちょっと大きい、微妙に大きいかなっていうぐらいは縮みますんで、そういう感じでサイズを決めます。はい。で、次はですね、この周り、穴の周りを削っていきます。今回僕はね、1.5 ミリの厚さに設定しました。そして、厚さの話ですね。ワックス。まあ、これかなり厚いの分かると思います。このようにです。これね、同じ厚みです。1.5 ミリ。このようにね、ワックスの時はあまり感じないんですけど、金属になると急に厚みがね、硬さがすごい出ますんで、金属に置き換えた時に、あれこんなに厚かったんだって思うことがね、よくありますので、そこら辺はちょっと慎重に、サイズの決め方ですね、厚さは決めたいと思います。思ったより厚くなっちゃうと思いますんで、ちょっと薄いかなぐらいでいいと思います。はい、ということでね、周りを削っていきます。削り方で何でもいいんです。ヤスリで削る、あとはこういうナイフ、カッターナイフとかデザインナイフでこう切っていく。ちょっと切ってみましたが、こういう模様をね、そのまま生かしてみても、面白いと思います。こう、ハンマーで叩くのを土目って言いますけど、土目模様。そういう感じで、こう切って、土目模様のようにすることもできます。上手に作るポイントとしては、この厚さをですね、まず、ここまでね、削っちゃうんですね。同じ厚さまで。こういう感じで、まず、この厚みのラインだけをね、はっきりさせておけば、あとはこのラインを超えないようにこっちの形を整えていくだけなので、あまりねミスをしづらくなると思います。これをこう削りすぎてしまって、厚み、このラインをね超えてしまうとちょっとね汚く見えちゃいますんで、このラインをきれいに残しておけば、綺麗に見せることができます。あと幅ですね、幅はどうか、まあちょっと幅広に作りますんでいいですね。そしてこういうワックス用のヤスリというのがあります。100均で売ってるようなものよりもう少しね粗いものが売っています。こういうものだと削れ方が、早いですね。もっとねガリガリ削れますんで、時間の短縮したい方はこういうヤスリ、おすすめです。あー、こうやって、せっかくね端っこキープしてたんですけど、ちょっと傷つけちゃいましたっていう時はですね、もうこう、リングの幅をね、短くしちゃいます。はい、治りました。ね、このように、何のね、決まりもありませんから、自由ですね。あなたの好きなように、あなたの思うように、作っていけばいいと思います。せっかくね、自分で作るんですから、世の中に売ってないようなものを作った方がいいんじゃないかと思いますね。世の中にあるものはもうそれ買えばいいですから、せっかく作るんであれば買えないようなものを作った方が、面白いんじゃないかと僕は思います。で、金属に置き換わる時に全てこのままで残ります。このヤスリの目が
残ってるんですけど、こういうのもねそのまま残りますんで、これをきれいにするのか、もしくはあえてそのままヤスリの目の模様っていうのを生かしたデザインにするのかっていうこともできます。そこら辺はアイデア次第でいろいろなことができますんで、それはねぜひ遊んでもらえればと思います。まあただ今回はですね本当にプレーンなシンプルなツヤツヤのやつ作りたいと思いますんで、この後ね綺麗にしていこうと思います。でやっぱりね感覚はちょっと難しいんですけど、これがこのまま金属になる、シルバーになるって思った時に厚さがどうなのかっていうところをですねちょっと慎重に考えてみてください。これはワックスなのでね全然重さも重くないんで、あれなんですけど、実際シルバーになった時にこれぐらいのぼってりとした、リングっていうのはどうかというところですね。もうちょっと薄くするのか、幅はねどうなのかっていうのを調節します。いろいろなとこから見てみてですね、こう前から見て、あとはこっちから見て、でここですね、ここを回してみて、まあ、出っ張ってるところがあってそれは気になるのかどうかとかですね。はい、ではいいと思います。すごくプレーンなで、今更ですけど、このワックスっていうのは削りカスたくさん出たと思うんですが、これね、最後と言いますか、また溶かして、塊にすれば同じように使うことができます。この時ね不純物いろいろな別なものが入っちゃったりするのを気をつける必要はあるんですけども、まあそれ専用のねお鍋とか作って、100均とかで売っている小さな鍋なんか作って、溶かせばねそのままコンロの火で溶けますんで、そのまま塊にして再利用することができますんで、もしねそうねやってみたい方は、これも取っておいてください。はい、じゃあ次ですね、ヤスリで綺麗にしていきます。180番ぐらいからやりますね。結構ねヤスリの跡が大きかったんで180番でヤスリの目をなくします。でこう指でやってもいいんですけど、もし平らな面を出したいとき、もしですね平らな面を出したいときはこういう、まあ何でもいいんですけど平らなものに紙ヤスリを巻きつけてテープで固定して、当て木にするっていうことですね。これで平らに磨けます。で中も磨きますね。こう ボールペンとかこういうのに当てて、でこの指を入れる入り口の角ですね、ちょっとエッジがありすぎると危ないんですね。指怪我しちゃうことありますんで、この角をなくします。まあちょっともうはめてみたら、感じ違うと思いますんで、180番でやったんで次400番でやります。はい、400番やりました。800で、磨きます。はい、800まで終わりました。で、次がですね1500じゃなくてこちらですね、これはパンストですね。これで磨くと綺麗になります。こうね、最後の仕上げねパンストでやると綺麗になるっていうのはね、一般的なのでみんなやってますんで。でまあこれもいいんですけど、一個ねおすすめの、薬品があります。こういうねワックスフィニッシュという商品で売られてます。これ何かと言いますと、こう薬品で表面だけ微妙に溶かすっていう、それで傷を消すっていう、
薬品ですね。なのでこれパンストにこれちょっとつけて、同じように磨くとさらに綺麗になります。いやー、やっぱり石とね違っていいですよね、こういうのあってすごい楽ですね。であと石ばっかり磨いてるんであれなんですけど、まあどうしてもシルバーの指輪っていうのをつけてると傷が絶対つきますんで、まあピカピカに最初にねピカピカにするのはもちろんいいんですけど、まあね傷、まあ多少の傷はねしょうがないんじゃないかなと僕は思います。まあ逆にね傷がついてもかっこいいような、まあ元からもうゴツゴツの、傷があるようなデザインにしちゃうっていうのもね、いいと思いますんで、シルバーであれば、まあ、そういう溝がね黒くなってきたりして、雰囲気出てきたりしますんで、その傷、まあ、つくのはもう仕方ないことだと思います。はい、じゃあ磨いてみましたね。綺麗になりました。ということで原型、これ原型と呼びますね、原型のワックスは完成いたしました。それでは工程3です。これをですねキャストに出します。鋳造とも言いますけど、キャスト金属に置き換える工程ですね。これを、業者さんにお願いします。今回はですねシーフォースさんという、めちゃくちゃ有名な、アクセサリー業界で有名なシーフォースさんに出します。このキャストっていうとですね、ルール、原則のルールとして、失敗しても保証はしませんというような、暗黙の了解と言いますか、まあどっか書いてると思うんですけど、もうこのルールが一般的です。で、気になるですね、完成品の価格、気になりますよね。これおおよそですが、計算で出すことができますんで、してみましょう。価格というのは金属になったとき、このワックスが金属になった時、その金属が何グラムだったかということで価格が出てきます。何グラムの金属を使ったかということですね。なのでこのワックスが金属になった時何グラムになるのかっていうのがちょっとわからないですね。これ計算で出せますんで、このまずねワックスを量りで測ります。1.2g ですね。このワックスですけど、シルバーにもできますし、真鍮にもできますし、ゴールド、そしてプラチナにもできます。で、その金属によって価格はもちろん変わってきます。で、重さもですね、金とシルバーでは同じ形でも重さが変わってきます。なので、まずワックスを測ってですね、これにですね、金属の比重、それは金属によって変わってきます。シルバーっていうのは比重は 10.5 なので、1.2g に 10.5 をかけます。12.6g になります。これ金属にしたとき、12.6g。で、シーフォースさんっていうのは、シルバーの場合、工賃込み、シルバーの素材代と工賃込みで、1g 190円になります。 2.5g 以下だとちょっと工賃が別途発生してくるんですけど、今回は 2.5g 以上 12.6g なんで 1g 190円でやってもらえるので、これに190をかけます。2394円、これがまあおおよそですけど、おおよその価格見積もりになりますね。どうでしょう、結構ね安くできるんじゃないかと思いますね。はい、じゃあ頼んじゃいましょう。頼み方というのは依頼書がありますんで、それを書いてワックスと一緒に、シーフォースさんに送るだけ、ということになっております。ちょっとねこの頼み方、初めての方はわからないと思いますんで説明させてもらいます。でこのロストワックス技法というのは、金属に置き換えるとこのオリジナルのワックスっていうのはなくなります。これはね、必ずですね。それは避けられません。で、工程表。この紙はですね、概要欄に、ダウンロード先貼らせてもらいます。
工程表があります。左側、ワックスをお預かりの場合、今回の場合ですね。そしてゴム型をお預かり、地金製品をお預かり、とあります。今回はワックスをお預かりなので、ワックスのところを見ます。鋳造 W の1、鋳造製品でお渡し、W 2、鋳造ゴム型鋳造製品としてゴム型をお渡し、W 3、鋳造磨き仕上げゴム型鋳造製品とゴム型をお渡し、ちょっとですゴム型というのは何かわからないと思いますんで、一番シンプルな W の1番鋳造製品でお渡しというのは、これを金属に置き換えてそのまま金属でお渡ししますよっていうことですね。でその金属、例えばワックスを金属にして、その金属でゴム型というのを取るんですね。こういうゴムの型、溶けたワックスをこのゴム型に流すと同じワックスが何個も作れます。なのでこれのね、複製をいくつも作ることができるんですね。なのでそのゴム型、このゴム型を作るのをどうしますかということですね。後になってこの金属だけ送ってゴム型作ってくださいっていうこともできますね。それは工程表の地金製品をお預かりっていうのでできますので、まあそんなに問題ないかと思いますね。今回の場合は、W の1鋳造製品でお渡しでもいいんですけど、もうね磨きまでやってもらいましょう。なので W の4にしたいと思います。鋳造してもらって金属にして磨き仕上げまでやってもらって、製品仕上げゴム型はいらないっていうことですね。はい、なので書いていきますね。名前、住所、そして連絡方法、出来上がった時の連絡方法ですね。お支払い方法で、納品方法、お店に取りに来るのか送るのかってことですね。で、商品ナンバー、工程ナンバー、これ W の4です。でお預かりの種類、今回はワックスですね。製品種類、指輪、地金の種類、これは、別の紙、鋳造加工のところにありますね。いろいろ選べます。シルバー925、シルバー950、工賃価格も書いてあります。地金代込み、純銀もできます。ピンクシルバー、イエローシルバー、真鍮、金もできます。はい、いろいろできますが、今回はシルバー925にしましょう。SV925 でいいです。必要個数1つ。で、このバレル研磨。これはですね、鋳造した後っていうのは、銀っていうのは真っ白になってるんですね。ピカピカしていません。なので、簡単にその白いのを取りますかっていうことで、今回お願いするピカピカの研磨というわけではないですね。で、このバレル研磨っていうのは無料だそうです。で、バレル研磨いらない場合はチェックを入れるみたいですね。手書き絵は記入しなくていいですって書いてますね。で、お預かり合計が、ワックスが1個。はい、です。はい、で、送り方ですね。これ C4 さんの発送の仕方っていうところ書いてありますけど、この商品ナンバーですね、いくつか一気に送る場合はお店の人が分からなくなってしまうんで、この小さな袋何でもいいんですけど、1番、今回1個だけですけど書きます。1番って書いてワックスを入れます。そしてまあプチプチなんかでくるんで、まあ、こういうタッパー、これはもう100均でまあ5個100円とかで売ってますね。3つだったかな、3つで100円ぐらいで売ってますんで、これに入れて、まあ、確実にして送るっていうことですね。まあ着いた時にね、破損されてたらもう、直しようがないので、送る人の責任ということでしっかり梱包して送ります。でこれで、ね、特にね、電話しなくても、まあ電話した方が丁寧かと思いますが、このままでもうこの紙を一緒にお店に送れば、
まあ1週間ぐらいですかね、1週間ぐらいで連絡が来て、お金いくらかかりますよっていうことで、お金を払ってお家に届けてくれます。はい、ということでこれ送ってみます。はい、あれから1週間経ちました。先日ですね、 C4 さんの方から電話ありまして、ちょっとキャストをダメにしちゃったので、申し訳ございませんということで連絡ありました。まさか話してた、今回がそのタイミングだったっていうのはちょっとびっくりしてますけど、まあ、僕自身こういうことは初めてなんですけど、まあ、あり得る話だっていうことは聞いてましたんで、もう一回ね作ってみました。はい、でこれの、まあ、大体金額ですね、調べてみようと思います。重さをまず測ります。 1.2×10.5×190×2394 と、あとはねサイズどれくらい縮むか、こういうねサイズを測る棒があります。この数字がねリングの号数です。でこれにこう入れて止まるところ、これで言うと13号ぐらいですか。13と12がちょっと隠れてますね。なのでこれがどれくらい縮むかっていうことですね。はい、じゃあちょっとこれまた送りたいと思います。はい、それではさらに1週間経ちました。だいたい1週間ぐらいですね、1週間ぐらいで、キャストが完成し終わるようです。では出来上がった指輪はこちらになります。どうでしょう、ピカピカですね。今回ねオプションで磨き加工っていうのをね追加してます。なのでこれぐらいピカピカですね。これね出来上がってきただけでもう完成ですね。で実際、磨き加工をしないとどうなってくるかと言いますと、参考までにこういう感じですね。ちょっと表面がね白っぽく、これでも一応バレル研磨っていうのはしてあるんですけど、少し、まあ、色は白っぽい感じ。あと大きなポイントとして湯口っていうのがありますね。シルバーを流し込む、ところがあるんですけど、その湯口っていうものがね必ずついてきます。ここ、気になる価格ですね。ちょっとね僕勘違いしてまして、ホームページ古いのを見てたようで、金額ちょっと修正させてもらいます。金額今ね 1g231円でやってくれてますんで、ちょっと金額の違いがあります。で今回、グラムがね 14.05g で出来上がっています。今測ってみると 13.06g になってますね。これおそらく磨きの工程で、まあ表面が少し削れたのと、あとこのリングにもねもちろんこの湯口がついてたんで、その湯口を削った分で 1g 少なくなってるのかなと思います。なので 14.05g で 3245円ですね。これのキャスト代3245円です。まあ地金ね 10g 以上使ってる指輪っていうのはね、かなりボリュームがある指輪だと思いますんで、まあ、これで3200円っていうのはねすごい安いと思いますね。ちなみにこれぐらい普通の指輪のサイズですと、これだと 4g なんで、900円ぐらいですね、1000円いかないぐらいの価格でできてますっていうことですね。これ3200円プラス鏡面加工、これが1500円ですね。この加工料金っていうのは、まあ自分でやることを考えると全然僕はね安いと思います。そのまあ材料を揃える必要もあるのももちろんですけども、この磨きリューターなんかだとどうしてもね表面が均一にするのがねちょっとコツがいると言いますか、難しかったりするんで、ああいう業者さんはね大きい機械でもう一気に研磨しちゃうんで、こういう綺麗な面が出るんですね。なので個人の趣味でまあ一個作るとかそういう感じの方は
これね、1500円払って鏡面加工してもらった方が、お手軽なんじゃないかなと思います。すごい綺麗ですよ。でサイズですね、どれくらい縮むのか、先ほどは13号と12号にかかるぐらいでしたね。今一番隠れてるのが12号ですね。で13号にちょっとかかってるぐらいなので、まあそれでもやっぱり1号ですね、1号分やっぱり縮んでますね。はい、ということで今回は YouTube 史上一番簡単で一番安くシルバーアクセサリーを作る方法ということでご紹介させていただきました。シルバーアクセサリーかなりね敷居が高いってね思ってしまってる方もねいるんじゃないかとね思いますね。まあ今後もこういう、まあ、おうち時間、何かね新しいこと始めたい方、そういう方ね見てもらえればと思いますんで、ぜひ高評価そしてチャンネル登録お願いいたします。それではありがとうございました。さよなら。